宮城町の地陸八幡宮で十五日。おかゆに生えたカビを見て、天候などを占うおかゆ試しがありました。おかゆ試しは千二百年以上前に。地陸八幡宮が創建された頃から続く伝統行事です。この日は東正広宮司が。本堂に収めているおかゆを境内にあるおかゆ堂に運びました。おかゆは。 2月26日に1章7号のお米を炊いたものです東宮司はカビの色や生え具合を見ながら参拝者の前で天候などについて一つ一つ解説しましたこれによると稲作は平年並みということですまた災害や事故については用心して対策を怠らないことが大切と話しました